初めてとなるアスベスト問題に関する作品や研究を表彰するアスベストセンター賞が創設されることになり、尼崎市内で会見が開かれました。この賞はアスベストによる健康被害や相談に応じる民間の団体中秀人肺アスベストセンターが被害について若い世代にも知ってもらおうと初めて創設しました。賞は合わせて4部門でアスベストの被害を受けた患者やその家族をテーマにした写真のほか、治療や闘病時のエピソードをまとめたエッセイ作品などが対象です。尼崎市では2005年に久保田旧神崎工場の周辺でアスベストによる中皮腫などの健康被害が相次いでいて、今日の会見には夫を中皮腫で亡くした平地千鶴子さんも出席し思いを語りました。親しい人の被害に触れることがない限り人ごとのように感じられても、これは本当に無理のないことかもしれません。人々の心にアスベスト被害の恐ろしさをより深く知っていただくことをきっかけとなって暮らしの中に浸透していくことを心より私は期待しております。作品は来月1日から12月20日まで募集され、対象となるアスベストセンター賞には賞状に加え20万円から40万円が贈られます。